河村が持つ、いやよく出た、はい、あそこを守っていたのが河村選手でしたからね。河村2本目きた、このウィングの選手も欲しいですね。今の鵤選手のプレーですね、うまい、河村ダブルクラッチ、持ってないですね。前半は2つしかなかった名古屋のターンオーバー、河村抜けていった、繋いでくるか横浜、河村浮かせてきました。この長野も非常にしつこい、効いてます、簡単に持たせてくれません。スリーポイント決めてきました、はい、投入してきましたね、はい、河村ファールもらって決めてくる、宇都宮がまたリードを取ります。河村ドライブ入ってきました、まあ、6秒あります。河村勇輝自ら打ったワンレッグスリー、わー、ね、はい、スコット選手がかわしていく、自ら打つ、いや、うまい。さあ今日はピックアンドロールに対してスピードのミスマッチを河村、おー、これが入りました。河村、杉浦、スピードを持ってボールを運んでいきます。自分で打っていきました河村というこのクォーターの宇都宮になります。河村ジャンパー決めた。ここまでは得点ランキングダントツの25得点を挙げている河村、ここは自ら得点、展開に持っていきたいですよね、はい、まだそこまでディフェンスが整ってないです、はい、これが4分を切りました。早い展開、河村、そしてスリーポイント来た、スリーに光るイデソン、イデソンが今日はついています。中アタックしますがその前にファールがありました。おお、これ決まってますか、ある時はポストアップからアシストをして起点になったり、河村の早いパスからオリバーなのかっていうところはね、プレーがすごい宇都宮は多いですからね、あそこはおお、来ました河村、ナは抜いた、ファールもらって、どうでしょう、オフェンスが近いかな、横浜、はい、近い、どうか、あー、ここに抜けた、ました、横浜、ディフェンスリバウンド、よく止めてますね、河村が打ってくる、沈めてくる、ここはスティール、奪っています、早い展開、会場はちょっと悲鳴、通してきた、西野、ここはまた河村、河村が自分でこじ開けるか、相手サイド、杉浦へ振る、これは決めてきました。ユトフチェックいった、河村空いた、来た、よく決めたな。しかしこのボールを受けたところ横浜オリバーが手を伸ばしていきます。スピードに乗って河村、今度はオリバー、スコットが来る、自分で行くか、スコットに合わせる、なんとキープ、相手まで河村、ユトフ、スコット、西野、そして田中力という5人になります。キックアウトして合わせ、ユトフ、そして河村左サイド、すぐさま、おお、これも、はい、狙っていきましたが横浜手を伸ばして、はい、スコット選手ディフレクションしましたね、早めに運んでいって河村のリバウンド、スコット、おお、3人っていってる、河村から中を振り込んで、素晴らしい、2、3、河村中に入っていってノールックでユトフだ、クロックのギャップはだいたい5秒くらいあります。スコットフィニッシュ、リードしています横浜、第2クォーター残り1分半、河村の速いパス、スポットに渡る、福岡第一、お、後ろ通してきました、オリバー、ここも西田が先ほどはスピードを見せました、あ、中空いていた、バックドア、カットいいですね、どうするか、河村パスをした、そして杉浦